ベストライエータランド県とは、スウェーデンの県の一つで、略語はウォー。スウェーデン西部に位置し、北西県境はノルウェーとの国境。北東部で、スウェーデン最大の湖ベーネルン湖の南半分を抱え込み、東部ではスウェーデン第二の湖ベッテルン湖、西部ではカテガット海峡に面している。カテガット海峡の対岸は、デンマークのユトランド半島の北端である。 県庁所在地はスウェーデン第二の都市ヨーテボリを要するヨーテボリ市。面積は23,956平方キロメートルで2005年現在の人口は1521,895人。人口は首都ストックホルムのあるストックホルム県に次いで2番目に多い。ベストライエータランド県は1998年1月1日にヨーティボリブーヒュース県、エルブスボリ県。 スカラボリ県の3県が合併して誕生した、比較的新しい自治体である。県下の市の数は、スウェーデン国内最多である。県下には、国立のイエーテボリ大学を筆頭に、シャルメシ工科大学、ボロース大学、ショーブデ大学、ベスト大学の5大学がキャンパスを置いている。ベストライエータランド県には49の市がある。県下の市の数は、スウェーデン最多。 ベストライエータランド県下の市の位置ベストライエータランド県を93県で色分けした地図青色、ヨーテボリブーヒュース県緑色、エルブスボリ県黄色、スカラボリ県。ありがとうございます。